私もあるのよ、さっき言いたくて言えなかった。すごい不意に見つけてうわーってなった。何か見つけて、まあ、準備よかったら教えてくださいね。 OK よ、大丈夫です。 OK です。降りてきて、くるみちゃん。画面コロコをちょっと。はい、くるみです。あら、くるみです。なんか偽物、偽物いっぱい降りてきたわ。強し強し、入る。はい、OK です。 OK です。はい、じゃあ再開しましょうかね。はいはい、では、はい、図書館にやってきてロシちゃんと一緒に樫田教授の本を探しましたが、なくて、まあ貸し出し中なのかなって。で、私別の本棚も探してみますねっていう感じで、ロシちゃんがまた本探しに行ったところで、うん、あなたたちは情報共有の続きをしてもいいですし、とりあえず気になるワード調べてしまってから情報共有をもう一回してもいいでしょう、うんうん、といった感じです、うん、ちょっと私一個、うん、まあ関係あるかわかんないんだけど、一個気になることがあるんだけど、うんうん、はい、タイタン社の方がなんか自殺しちゃったみたいな話してたじゃない。うんうん、そうですね。で、なんかさよちゃんの親も自殺っていうか心中しちゃってるじゃない。そうですね。そこってなんかつながりあったりしないのかしらってちょっと思って。あ、なるほど。でももしかしたら、うん、その自殺、その娘さん、うん、タトノのサヨがいなくなったことに対して自殺したのが、うん、たまたまタイタン社の責任者で、うんうん、その自殺したタイタン社の人が自殺したっていう話だけが広がったのかみたいな。そうなのかなって私思ったの。うん、関連性は考えてもいいのかな。まだ情報は今のところないから、うんうん、ただちょっとね、忘れないうちにみんなにも伝えとこうと思って。うん、うんうん、なるほど。自殺し、うん、自殺したタイタン社の社員を調べてみるみたいな。そうね、それもタイタン社に対して調べるっていうのはありかもな。そうよね、うん、みんな。あとは他に気になるところとかはない？うん、探査船、あ、探査船、うん、気になるからそれも調べようかな。うんうん、ああ、捜査権とかもなんか気になるもんね。そうそうそう、うん、だ、打ち上げまで成功してるから、うん、その後事故で制御不能になったって言われてるだけで、うんうん、その探査船がどうなったかの結末までは多分まだ知れてないから、うんうん、その探査船を探してるって考えたら、この赤切り市のどっかにあんのかなって思ったり、うんうん、おう、うん、あか、あの、もう一台開発してあってそれを探してるとか、うんうん、うん、うん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 、あと個人的に僕ニートン化学工業について全然知らなさすぎるからなんか、うん、そうね、そう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 。でニートン化学工業に関してなんやけど、そこ図書館の入り口のところにポスターがあって、うん、あ、そうそうそう、あの誰でも見学できますよって。あら、本当？そう、社内見学の案内があったから。みんなじゃあニートが働いてるのかしらね。あ、確かに矛盾運転存在あれ、いや、もう本当だわ。ニートが働いてる、ニートがおるかもしれないな。そうね、あれや、なるほど、あれやね、なんかこう名乗しがたい光景やね。そうですね、うん、そうですね、そうね。急にかしこまって、ちょっと私も働いてる気分になっちゃったわ。ニートの化学工業で想像力めちゃった、うん、なんかその3つぐらいは改めて調べていいんじゃないかな。そうね、うんうんうん、じゃあ私タイタン社について調べようかしらね。うんうん、はい、では図書館ロールどうぞ。いけ、うん、ダメね、私には才能がないわ。あら、じゃあ全然調べが進みません。やだ、文字ちょっと老眼かしら、霞んで見えなくなっちゃった。いやー、もう全く仕方ありませんね。もうくるみちゃん、僕が調べてあげますよ。え、なんですって、タイタン社についてですって。そうよ、楽勝ですよ。はい、成功。あら、失敗するふりしてたよ。ダンちゃんやるじゃない。いや、どんなもんですよ。ちょっと近づかんとってもらいます。いや、もう思いっきりハグします。あー、ちょっとやめてください。やるじゃない、
かなかなって傘ブンブン振り回すで図書館で傘を回避ロール振る、ちょっと待ってね、タイタン社について、正式名称はタイタングループ株式会社、先端科学技術開発、主に化学素材開発分野の、化学開発事業の分野で急成長した新興企業だったが、2021年に倒産しました。経理の判定に成功すると追加情報が出ます。あ、私経理持ってるわ。持ってる、持ってるわよ、私経理持ってるけど苦手なんだよ。まあ情報共有したということでしてもいいですよ。じゃあ情報共有で、はい、ダメよ。結構持ってるのにね、私。ダメ。ああでも両方欲しかったな。両方欲しいわね。そうね、メインタブで振り直してもらっても。あ、いけるかもしれないわ。これはこれはいけるかもしれないわ。ナキさんとうっかりさん、いけ。あ、ダメか。はい、もう一個図書館でも追加情報出ます。あ、図書館振り、あ、でもあれかな。まあ、とりあえずそうですね。もう室さんが、よし、じゃあおじさん図書館振っちゃうぞ。えい。おじさん。わはい、じゃあこの情報は今後一切出てこないことでしょう。わあ。今後一切。あなたこの中ではまだ結構若い方でしょう。おじさんなんて言うんじゃないわよ。おじさん。あの図書館の隅っこでこう体育座りしてしょぼんってしてます。じゃあロッシュが慰めに行くか。どうしたんですか渡辺さん。いやなんかね、おじさんね、なんか致命的な失敗すごく多くてね、うん、今回。何ですか。まあよくわかりませんけど大丈夫ですよ、失敗は続きませんよ、次はきっと成功します。ありがとう。ちょっと鼻水を、あ、これ一丁羅なのでちょっと鼻水はつけないでもらってもいいですか。あ、大丈夫、このマスクの中でチーン。まあマスク大変なことになってますけど。あ、大丈夫、替えがあるから。よっこいしょ、それ前よっこいしょと持ち歩いてるんだ。あとで洗濯してもらおう、ナキさんに。洗濯するの結局泣きさんかよ。何枚持ってるんだ。何枚持ってるんだ。はい、はい、データ社は以上。じゃあ探査船をちょっと詳しく調べてみようかなと。どの探査船ですか。アルベール計画でその打ち上げる、タイタン社が打ち上げた探査船。アルベール？アルベール、うん、土星に打ち上げた。はい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 、どうぞ。いきます。ヒュー、うん、いいな、成功してる。アルベールについてか。アルベールについてはないな。あ、探査船は特に、うん、か、うん、そうですね。まあ出た情報、まあさっき出てた地図、記事の情報とかが全部ですかね。うん、ここら辺にもアルベール計画のおさらいとか載ってたと思うんですけど、まあ、全部つながってるって感じですかね。こ、うんん、うん、んな感じですね。ニートン化学工業で調べていいですか。はい、どうぞ。ほい、成功。おお、い、ニートン化学工業について、2の科学教授についての情報を複数の資料から得ることができる。PL にハンドアウト2の科学教授についてを提示する。あります。ありがとうございます。やった、音読コーナーだ。ここはね、プロの人たちに読んでもらおうかなと。待って、プロではないんだな。感じ弱いのに。そんな長くないから大丈夫大丈夫。いきます。はい。ハンドアウト、ニートン化学工業について、ニートン化学工業とは、東京に本社を置く日本の大企業であり、名前の通り、化学工業製品はもちろん、大型の工業製品、最先端薬品開発、精密機器の開発などに多岐にわたって事業を展開している。しかし、その規模の割には知名度はそこまで高くないという印象を受ける。CM などでの名前を見る機会も一切なかっただろう。多くの子会社を所有しており、あらゆる分野に大きな影響力を持っているであろうことがわかる。日本にはもちろん海外にもいくつも支店工業を有している。その中には
赤蛇研究所という名前も見て取れた。この支店の正式名称はニートン科学技術赤切り研究所であるようで、ニートン科学工業内でもそれなりに規模の大きい研究所であるようだ。さらにこの町には赤切り自然公園なる大規模な公園が存在するが、その施設の正式名称はニートン記念赤切り自然公園であることもわかる。土地自体はほとんどが市に寄贈されているようだったが、元をたどればその敷地は全てがニートン化学工業の所有するものだったようだ。先ほどの、赤切り研究所もこの自然公園内敷地の中央付近にあるようだった。以上。中央付近ってことは、うん、あれか、その社内見学できるっていう地図載ってたのがこのちょうど公園の真ん中あたりやったから、うん、中央にあるってことか。そういうことになるわね。研究所を見学できるって感じなのかしらね、うん、かな。なんとなくなんだけれど、樫田教授が書いてたノート、うん、にあった図面、うん、あ、一番下に、うん、そうそうそう、10月15日の図面ってあれ研究所の図面なのかしら。うーん、研究所の地下4階と3階なのかな。そうそうそう、なんで3と4なのかちょっといまいちわからないけれども、なんかそんな気がするのよね、うん、まあ、だいぶ地下まで降りないといけないみたいよねこれ見る限り。でも何の、何なんのかしらね、わざわざ地図を描いたっていうのは。しかもその4階からどこかにつながってるような道が、そうね、あるっていうのが、もしこの地図が化学工業を表してるんであれば、化学工業以外の通路から地下、この地下、いや入れるか、うん、入れそうな場所は、あ、どこか研究所以外につながってるかもしれない、うん、道があるってことよな、うん、あ、なんかそれっぽいよね、うん、これしかも、うん、あ、地図のことで、あれ地図じゃねえや、図形のことで言うと、うん、これ矢印の方向的になんか地下4階から入って3階に、うん、3階に行けっていうような、そうよねって感じだよね、確かに、うん、どっか地下4階分のところから入るのかな、だからこの市内のどっかにそこに通じる道があるかもしれんってことなのかな。そしてこの右の図は何なのかしらね、これなんか一個気になってるのが、そうバキュームって書いてる、書いてますよね、なんか吸い込まれていくのかしらね、うーん、179メートル、179メートルかなこれ。量子加速器みたいなんじゃないの。量子加速器、量子加速器、量子、量子ですか。違うよ、まだでも取るんですか。あの何、あの中身をこう真空、あのなんかニュートリノとか聞いたことある、なんかニュートン、ニュートン、いや違えよ、違う。なんかすごいあの速度で真空状態のその中をなんか筒みたいなのがあるんだけど、そこをなんかめちゃくちゃすごい速度でなんか物質みたい、粒子みたいなの飛ばすことでなんか全然見たことない物質みたいなの作り出すのがなんか量子加速器っていう風なのがあるんだけど、ただこれ量子加速器にしてはなんか円筒状になってないから、こう円筒状っていうかこう何、あの蛍光灯の丸みたいな感じになってないから、本当はなんかその蛍光灯のあの筒、丸い筒の中でなんかめちゃくちゃ加速させて、なんか物質と物質をなんか衝突させてなんかすげえ物質作り出すみたいな、あ、なんか聞いたことあるような気も。なるほど、うん、あ、ごめんなさい、なんかでもそうな、この図からすると一方通行な感じはするよな、
そうね、うん、そう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 、だからなんかあれっていう気はするけれども、うん、また違う別のもんなのか、うん、っていうかこれこのなんかウェーブみたいなのあるじゃない、右の図の、うん、このウェーブとこの地下4階のウェーブって同じだったりしないかしらね。でこれバキュームで吸い込まれた結果ここに入ってくるとか、そういうあれはないかしら。あ、そういうこと、うん、あ、はい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 、あ、省略のマークってことですか。そう、省略されたのかなって私も思ったんだけどかな、うん、その距離を省略してるだけなんかなって。そうだから同じなんじゃないのってちょっと今思っちゃったんだけど、どうかしらね。ああ、確かに、こういうことはどういう、バキュームで入るってそうですね、そうね、現実味がないわね、あんまりね。そうね、まあ、でも確かに下にこのなんか紐でくっついてる消しゴムみたいなイラスト、なんかあのこれは何なんでしょうね。まあまた後々わかるでしょう。そうね、まあ、そうですね、情報がまた、うんうん、というかこれそんこなんか知っても大丈夫なのか僕はドキドキしてるんですけど、うん、大丈夫大丈夫、死にはしないよ。まあ、ここまで来たらやっぱね、私たちも会いたいわよね、教授にね。うん、ね。まあ確かに。僕もファビタブルゾーンについて詳しくやってる人に会いたいな。そういえば研究同じだったって言ってたもんね。うん。そうそう、もう一個気になるやつがあるんで。何かしら。調べても。これでもまだ調べてないのってウオちゃん？そうですね、一個気になるのが、はい、その浸水の予測度みたいなマップをちょっと詳しく、あ、でもそれマップ清水教授のが渡してくれた地図、渡してくれたやつって、うん、なんかどこから浸水していくんかなみたいな。ああ、どっかどっか地理が低いところじゃない、排水が悪いところ、あの川の近くから、うんうんうん、だけど川の近くから浸水していくけど、なんかどこが真っ先にアウトになるとか、あ、まあハザードマップ的な、まあ、まんまハザードマップもらったんですけど、うんうん、まあどこでもいいですけど、行ってしまえば重要ではないって。まあそういう今こういう状況だから浸水していってるよっていう、そう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 、ああ、なるほど、まあ車移動ができるためのアイテムですね、うん、言ってしまえば、なるほど、なるほど、ってことはあれ、ね、それで公園浸水したらどうしようと。ああ、そうね、確かに。いや、あのってことはこれを借りたっていうことは、うん、あの なんだったかしら、あれ、かしだ、かそうだわ、かしだちゃん、ああ、貸し出された、貸し出、貸し出ちゃんも車で移動してるってことなのかしらね。ああ、どうだろうね。ねえ、なんか浸水してるところが知りたいだなんて。ああ、だってわざわざ手を貸してくれって言いに行ったでしょ。うん、なんかもしかして清水教授に、ええ、そうそう、さっき言ったそのバキュームで入るって地下水路のこと？ああ、ああ、そういうこと。だから浸水の場所を聞いて教授はここに入ろうとするための場所、マンホールとか？あ、マンホールあるわね、ありえるわ。ああ、ほうほう、なるほど。わからないけど、そこまで推理を深めてしまっていいのかわからないんだけれども、まあ一応ね、ここまで来たら、まあ、公園行くまでわかんないっちゃわかんないわよね。そうね、そうやな、ひとまずその工場見学、うん、してみるしかないんかな。そうですね、今んとこ集めた情報のなんかあれ、バキュー終点というか、うん、向かってる先はニートン化学工業を示しているから、うん、うん、こんな大勢でゾロゾロ行って大丈夫かしら。そう、確かに
それもあるんよな。うん、ましてやこんなバラエティーに飛んだメンバー。確かに清水教授はすごい驚いてましたよね。なんであんなに驚いてたのかしらね。ねえ、謎だよね。不思議よね。見慣れてる俺たちがおかしくなったんかもしれんけど。なんだって探査船は調べなくていいのかい。探査船を調べた、ね、あの調べたけど、あのさっき見たあんまりそうタイタン社、うんとかの、ああ、あれはだけプロジェクトの、そうそうそう、第4開発部とかのメンバーとかって調べたら分かったりしないかしらね。これはどうなんだろう。そうですか、ね、あくまでもジャーナリストが集めた情報、うん、そうなんですよ。この三流だからっぽい記事っていうのも気になるというか、もう僕この記事書いた、キリア、ああ、マサ、ん、マサハル、マサハル、あ、マサハルで、なんか他になんか情報出てこないかなって思ってたんですけど、じゃあでもいいですか、うん、いいんじゃないかしら。じゃあちょっと調べてもいいですか。はい、では図書館どうぞ。おー、スペシャル、いい、ね、おー、スペシャルだ。図書館高っ、ね、多分一番高いよな。一番勉強熱心ね、うん、そうです、魚の本読みまくってたんで。うん、よいしょっと、ほい、危ない、雑に貼るところ。ほい、では同時期の新聞を見てみると、確かにこの件に触れてる記事はほとんど見えた。偶然手に取った大手新聞の中のとある記事が目に留まる、うん、新聞の発行日は先ほど見た三流記事よりも少し新しいようだ。といったところで、APN 殺人事件の記事を貼ります。おお、やったー、めちゃくちゃ大事やった。いや、よかったわ。素晴らしい。じゃあ、プロの読み上げを。やばい。長くありませんように。頑張ってちょうだい。一番長くあれ。一番短いと思う。あ、なんだ、短い。短い、なんでよ、ちょっと。てか、私も喋りたいわ。確かに確かに読んでない。一番読みそうな人。一番読みそうなやつ。よし、行きます、殺人事件の記事と、雑誌記者が取材中に殺害される。先日 URE ジャーナル社員の、岸谷正春さん32歳が取材業務中に取材相手とみられる男性に刺されて死亡するという事件が発生した。では正春さんを殺害したとみられる、大八木健吾容疑者58歳は自宅にて遺体で発見され、県警は容疑者を殺人の疑いで容疑者死亡のまま、検事に書類送検したと発表した。違う、知見ですね。で、うん、容疑者は過去研究職に、従事していたが、事件当日は無職であったようだ。あらあら、過去、あら、岸谷ちゃん死んじゃってたの。そうですね。いや、でもなんか僕そうじゃないかなってちょっと思ったんですよね。確かに関わっちゃったからってことよね。そうなんですよかな。あら、だから要するに、でも僕たちもちょっと危険なことをしてるっていうことですよ。そうかもしれないわね。ちょっと私たちもだいぶ関わってきちゃってるわね。そうですね。まあまあ、危険は承知の上だよ、みんな。まあ、すでにあのなんかよくわかんない、なんか猿だかカニだかわかんないやつも合ってるからね。まあ確かにあれはもう説明がつかないというか。うん。そうね。過去研究職に従事っていうのが。第4開発部って感じだったかしらね、うんうん、えでもっていうことは、起きてるってことですよね。あ、違う、死んだんだ。最後の一人も死んだってことかしら、ね、そういうわけではないのかしら。いや、合計で27人いたうち被害者が20名が、そう、被害者は20名。そっかそっか。あ、そこにもう一人だけ生存者がいるよっていうことは、被害者20名のうち一人だけが生きていて、他に被害に遭わなかった7人がいるって感じなんじゃないかな。そういうことになりますか。27名、被害者20名。そうよね、そういうことよね。
あ、うんうん、じゃあその生き残りのうちの一人がその大八木ちゃんだったってことかしらね。でもなんで大八木さんがわざわざ事件を調べてる人をやっちゃうんだ、うん、なんか脅されたりとか、それほど知られたくない何かが眠ってるとかとか操られてたりとか。なるほど、ファビタブルゾーンについての何かだな。お、間違いない。ハビタブルゾーンの話になると急にダンちゃんどっか行っちゃうよね。でもあながちその辺の線もずれてないかもしれんっていうのが。そうね。ね、ハビタブルゾーンだもん。ところ確かに地球なゾーン近く外なんちゃら。なんだったっけ、あのあれだ、あの地球外生存可能領域。まあ、まあ、厳密には水が存在できる。あ、場所みたいな感じでして、うんうん、まあ、水が存在できる場所は生物が存在できる可能性がある、うん、それがハビタブルゾーン、うーん、ということだ。いい研究に感じるんだけどな。そうね、中はいいぞ。全員振りましたかね。一回は振りましたね。振りました、うん、じゃあそうですね、そんな感じでハビタブルゾーンがみたいな話をしてますと、じゃあなんかロッシュが、そうだな、1枚のチラシを持って戻ってきます。お、うん、あ、皆さんなんかハビタブルどうこう言ってましたけど、これにも書いてありますよ、ハビタブル。あら、え、あら、本当映っちゃった。なんだって、それはゲーセンのチラシみたいでして、赤城駅のあるところの、まあ、駅の近くにあるゲームセンターハビタブルっていう名前のゲーセンのチラシでしたね。ゲームセンターハビタブル。ゲーセンってでも、あ、そうよね、あの柏田が、そうだわ、柏田ちゃん経営してるうちの一つに確かゲーセンってなかったっけ、うん、あったわ、言ってましたね。柏田教授がねぐらにしてるんじゃないか。ゲームしてるかもしれないわよ。いや、それか遊戯王みたいな感じで、実はゲーセンがなんかどうこうみたいな。ゲーセンやるとなんかこう、あのパスワードみたいな、なんか秘密情報みたいなのがこううにょうにょうにょって出てきて、ゲーセンからすごいわ。見てみますか。ゲーセンがどこにあるの、アジトに繋がってるとかな。あ、あるかもしれないわね。それなんか2階にヤクザいるとかそういうやつじゃないですか。ゲーセンってよく2階にヤクザが。いや、私がなんとかするわよ。大丈夫、こっちには日本刀がある。あ、心強いです。でも、ゲーセンは、ゲーセン行くのあり。全員終わったなら時間を進めて、うんうんうん、ここでの操作はこれで終了でいいですか。はい、かな、本当によろしいですね。気になることあるみたいな、聞きたい言ってませんでした。あ、これは今ではないけど、話する、聞きたいんだけど私。自分も一個だけ。どこまで関係あるんか分からんけど。お、名探偵待ってました。これは、いや、いや、マジで多分関係ないねんけど。あ、関係ないの。俺はそう睨んでる。なーに、うん、俺はそう睨んでる。単純に見え方の問題だと思うけど、俺はそう睨んでる。あの、この黒ずくめたちからもらったロシュの写真、うんうんうん、と、うんうん、まあ、立ち絵の目の色が違うなっていうだけですよね。うん、あら、確かに。え、これ、え、さっき見て気づきました、自分。あら、本当だわ。本当だ。あら、本当だわ。うわって言った後にだけ。え、いうか、ね、よく見たら違う。あ、いや、なんでもない。いや、背景もなんか、背景はまあなんか、うん、うん、なんか研究所内っぽいわね、なんかね。いや、そうなんだ。確かに。まあ、っていうだけ。なるほどね。カラコン変えたのかしらね。何かついてますか。ああ、いや、やっぱり実物は綺麗やなと。ロシちゃん目綺麗だなって思って。実物って実物以外はないと思うんですけど。いや、ロシちゃんの目の色綺麗ねって話してたのよ。あ、そうなんですか。くるみ
ちゃんは今の写真初めて見たんじゃないか。初めて見たわ。あれいつ撮ったのかしらこれ。え、私写真撮られてたんですか。え、なんか隠し撮りされてるわよ夏目ちゃんに。ちょ、やだエッチ、やだエッチ、夏目さんのエッチ。いや、撮ってるのはロシと魚さんだけだよ。え、若い人とかないと思うんですけど。若い人なら手当たり次第か。いや、僕魚にしか興味ないので。うおちゃんは私の草屋に虜なんだからやめてよ。参考資料だよ。参考資料。やだ怖い。私夏目ちゃん怖いわ。いやでもそこがそそるわね、まあ、そそるんかい。舌出してるもんな、くるみちゃん。確かにペロリしてるから。それはそれでいいわねみたいな。ペロリ。ごちそうさまって。まだちょっとロシちゃんはまだダメよ。ちょっと危ないわよ。あ、危ないんですか。そうよ、あの夏目ちゃん、まあまあ、探偵なのに逮捕されちゃうかもしれないわよこれ。え、探偵って、え、おまわりさんの味方じゃないんですか。いや本当よね、そのはずなんだけどね。あ、まあ、でも確かにライバルみたいなところありますもんね。そう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 、ライバルだよ。なるほど、警察とは敵対してるんですね。あら、まあ、違う違う、あれだよ。あの仲間みたいな、こう何、あの親友みたいな、え、どこう、なんていうの、あの悟空とベジータみたいな、あ、ライバルですね。あ、そう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 。あ、戦友みたいなとこかしらね。なるほどね。そう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 。うんうんうん。ごめんね、変な大人ばっかりで。ほんとよね。何の話してたんでしたっけ。まあ目の色綺麗ねって話だったわよ。いろいろ、いろいろあるんや。調べ足りないものないかしらって私。うん。ハビタブルゾーンについて図書館で調べてみたいなっていうのは。うん、あ、ロシさんが持ってきたやつぐらいですね。うんうんうん。あ、残念。うん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 。じゃあ。ああ。大丈夫ですけど。どうなるな。え、あのキーパー。はい。あの英語技能で。はいはい。バキュームの意味って調べられますか。まあ普通にわかると思いますけど、吸い込むとかじゃないですか。うん、知ってるようなバキューム。これ吸い込むっていう意味でしたっけ。バキュームって吸い込むみたいな感じじゃなかった？今検索してみます。バキュームは真空よ。あ、真空。じゃあ真空ですね。あ、真空か。バキューム、あ、本当だ、真空って書いてある。じゃあ真空です。あ、よかったよかった。真空管なんかな。じゃあ入れるようなものではないかもしれないね。あくまで物質を通すものだけかもしれないですね。ああ、いや、なんかあのこのバキュームってこの綴りだったっけなってちょっとあの、ああなるほど、いや、あの一瞬になっちゃって、うんうんうん、あ、個人的に調べたらこれだってた、うん、ああそう、 VACUUM やろ。あ、そう、すいません。バキュームって言ったら変換って出てきた。バキュームバキュームキューキュー。うん、さて、まあ、じゃあそんなもんでいいですか。私は何も思いつかないわ。そうですか。はい、はい、ではあなたたちは、次どうしますか。そう、ここも二手に分かれた方がいいんかなって。どこだゲーセン組と、ゲーセン組と展示施設組と、あ、ニートン科学、あ、ニートンか。うん、なるほど、分かれるべきなのか。結局僕らの、ね、から言ったら、まあゲーセンは多分空いてると思うんですけど、化学工業空いてるかはちょっと怪しいですね。まあ午後、夕方5時、あ、そうね、着いたら多分6時とか7時とかなってると思うんで、あ、もうやってないんじゃない、工業。うん、ちょっとみんなでゲーセン行って遊びましょう。ゲーセン行くか。ちょっとね、気を抜く、気晴らしというか息抜き、ちょっとパッとね行きましょうよ。うん、うん、いいですね、ゲームセンター。私も行ってみたいです。あ、絶対ことないんだね。一緒に太鼓の達人やりましょう。太鼓の達人ですか。いいですよ、負けませんよ。裏の鬼
譜面でやりましょうね。もちろん構いません。おお、うん、古見さん叩くの強そうだな。壊しちゃうかもしれない。警察24時まだやってるかな。ね。あのすいません、レトル解雇中が、あの、なんでもないです。アーケードにあるのかしらね。アーケードゲームですか。あるかもしれんな。はい、じゃあ、ゲーセンに向かうということでよろしいですかね。いいわよ。はいはい、はい、ではあなたたちは図書館を出て駅に向かい電車に乗り、頼むわよ。何もない、何もない、何もない、何もない。お、次は赤切り駅、赤切り駅。何もない、よかったわ。イエーイ。到着し、そこから歩いてゲーセンまで向かいました。わお。ねえ、あれないかしら。お、奥にある。おしゃれ魔女ラブ&ベリーとかもやりたいわ。ちょっと待ってください、今ページを探してるので。最高殺人ありますよ。あるわね、あるじゃない。ロシちゃん一緒にやりましょうね。カンコレ。じゃあ私行くまで。はい、じゃあゲーセンは、はい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 、ハビタブルは、ゲームセンターハビタブルは、最寄り駅は赤切駅でして、探偵事務所からもほど近い位置です。しっかりとした店構えのゲーセンであり、看板にはハビタブル本店と書いてあります。この雨ということもあり人はまばらですが、それでもまばらに人がいるっていう時点ですごいですね。あら、普段であればもっともっとにぎわってることでしょう。店内にはクレーンゲームから音楽ゲーム、レトロゲームなどとジャンルごとに区分けがされているようだったが、それぞれのジャンルに複数の巨体が揃えられているといった感じですね。ちょっとみんなでプリクラ撮りたいわ。プリクラですか。でもとりあえず太鼓叩きませんか。そうね、太鼓、いや 最初に太鼓やってからやりましょう。ちょっともうテンション上がっちゃって、ね、興奮しちゃって始めるよ。じゃあ私、あの夏の花火 あの定番のやつで。あ、いいわね。じゃあダン君、峠走ろうか。お、行きますか。負けませんよ、マリオカートなら。なるほど。はい、じゃあロッシュはくるりとバチを回し、太鼓の達人を叩き始める。お、あー、ダメだ。おー、芸術ゲーム、すげー。はい、じゃあくるみちゃんに負けたのかな、多分2人でやってるよね。うん。だ譜面の速度に叩く速度が追いつきません。私の筋肉がうなるわ。ゲームパッドをください。ガチでしょ。ロシちゃんって言いながら後ろで見てます。ロシちゃんも体鍛えたらアーケードゲームも強くなるわよ。もうこんなか、こう、もうちょっと格ゲーやりましょう。格ゲー。私物理的に格ゲーするなら勝てる気がするけど、ちょっとゲームの格ゲー勝てるか分かんないわ。物理は物理的に挑もうとするなよ。って言いながら、ソウル高い高いってやってます。ロシちゃんに。あーって言った天井付近まで。はい、みたいな感じで、こうロシュはそうですね、非常にゲーム楽しんでますね。おー、カートゲームありますか。なんかカートもあるんじゃないですかね。運転技能で振ってみてもいいですか。おー、いいよ、じゃあ勝負しますか。任せろ。よし。いや、任せてください。カートゲームだったら多分負けません。さっきよりは運動量少ないはずです。ファイトよろしちゃん。おりゃー、はい、どうぞ。うわあ。じゃあ2人ともクラッシュして、ロシュが最下位で、渡辺さんやるケツから2番目ですね。まあ俺の方が順位が 上ですね。うにゅう。惜しいな。まあダメですね、こう、なんかやっぱ直接、何でもかんでも直接動かせばいいってもんじゃないと思います。そうだね、やっぱり。ね、うん、よくなかった、やっぱ普通の ね、うん、次行こう。次。そうですね、次行きました。次。じゃあフィッシングゲームでもやる。おー、いいよね。あ、もう、うおちゃんやりなさいよ。もうやってる。
あ、やってましたよ。やってた。いや、じゃあちらりと覗くと、さかなクンの隣にメダルの山が。すごい。すごい。あ、すごい。みんなでやりましょう。うん。そうですね。ちょっと私あれは勝てる気しないです。本職の人おるもんな。ね、私も本職はゲームじゃないので、ほら私もカクテル作りだったらね、勝てる気がするんだけど、心で負けたら勝てませんね。そうね、みたいな感じで楽しく遊んでますけど遊んでる場合じゃなかった。あ、プリクラだけ撮りましょう、みんなで。あ、記念よ、記念。そうだね、記念に。そうですね。じゃあプリクラの巨体に入って、6人で入れるのか、入れるわよ。あの、大人数が入れる用のプリクラ機もあるから大丈夫よ。はい、じゃあこう手前3人しゃがんで後ろ3人立ってみたいな集合写真みたいな感じでピースみたいな。多分ロシちゃんが真ん中のスターだよな。そうで、私後ろでドーンっているわ。後ろの真ん中からドーンっているわ。サイズ感で言うとあれだね、多分椿さんと渡辺くんが前だな。そうね、うん、なんかこんな感じか。うん、そんな感じ。イエーイ、あーチーズ。あー、これあれですよね、確か目が10倍ぐらいの大きさになるやつですよね。そうよ、激漏れするやつよ。顔が選べるってやつか。いや、でもちゃんとね、何もしなくても可愛いんだけどね、ロシちゃん。ね、あー、20年ぶりくらい。1個は全然普通にちゃんとまともなやつにしとくから、他は全部落書きしちゃうわねって。じゃ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 。あ、今こんなになってるの、すごいわね。そう、楽しいわよ。わいわい、キャイ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 してる場合じゃない。そうだ、遊んでる場合じゃない。ふう、遊んだ遊んだ。あれで何だったかしら。え、確か教授、次はクレーンゲームをしようという話だったかと。ああ、そうだったかしら。ロスちゃん。あ、はい、ごめんなさい、はしゃぎすぎました。いやいやいや、初めて遊んだもんね。そうせっかくだから。まあ、もしほら調べ終わって時間が余ったらもうちょっと遊びましょう。遊んでる間に柏さん来るかもしんないもんね。そうよ、そうよ。まあ、それも、ね、まあ、遊んでて気づかなかったら本末転倒ですけど。確かに。まあまあまあ。どっかにいるのかな。目星。何、店内に柏がいないかどうか目星。店内に違和感のある、うん、ゲームセンターとは似つかない違和感があるかどうかで。どうぞ。お、すごい。じゃあですね、いや、ゲームセンターとは似つかない違和感があるんですよ。あら、あったわね。すげえ、うん。はい、ですね、ゲーム巨体と壁の間に人一人がやっと通れるような隙間があります。うん、そこにはほこりが積もっているんですが、床を見れば奥の方へと足跡が続いていってるのがわかるでしょう。ただ遊びに来ただけではまず目に留めない場所にありまして、まあ、明らかに意図的に隠されてるんだろうなっていうような通路です。あら、あそこにないか。何、どうしたの。ついてそうな場所が。あ、くるみちゃん見て、あそこほらちょっと埃が積もってるけど足跡があって続いてそうなんだけど、ちょっとゲームセンターの作りとしてはおかしいんじゃないかしら。そうね、こんな変な作り他では見ないわね。どこかに繋がってるのかしら。なんか従業員通路みたいな感じなんじゃないですか。でも従業員通路はあっちにスタッフルームって書いてあるから違うんじゃないかしら。そうですね、ありますね。入ってみようぜ。こんな大勢で。これ私通れるかしら。くるみ座通れんのかな。ねえ、私。まあなんか。
取れるんじゃないですかね。あのめっちゃあのお腹に息吸ってこうペターみたいな感じでちょっとスススっていくわ。なんかちょっと服とかめっちゃ汚れそうだけど。いやーん。周りに人、その店員さんとかいないですか。それはどっちの意味で、探したいならいるよ。あ、探したくないです。うん、探したくないならいないです。ああ。じゃあちょっと扉みたいなのあるのかな。わかんない。僕ちょっと石膏で入ってみたいです。あ、お願いします。はい。じゃあ渡辺さんがススススッと巨体の隙間に入っていきますと、奥の方に、隠し通路を通って進んでいくと、奥の方に壁と巨体の隙間に、非常に狭く、まあ、体を横にしやっと通り抜けられるほどしかない幅の場所を越えて行った先に、何の変哲もない扉のようなものを見つけます。まあ、スタッフルームの形、扉と形は同じものに思えますね。うんうんうん、今来た道を戻って、はい、扉があったっていうのをみんなに伝えます。あら、そうですね、そんなところに扉なんてちょっとおかしいですね。うん、怪しすぎるわね。ちょっと出入り不便そうですね。入ってみます。ちょっとね、なんかやましいものでもあるんじゃないの、ちょっと行ってみない。出入りって大丈夫かしら。どんどん危ない道を渡ってるような。ここまでことに足突っ込んでる以上は調査するほかないんちゃうかな。まあ、もしまだロシちゃんが遊びたいんだったら私付き合うけどね。どうする？ほんとどちらでも構いませんよ。行くなら行くでもいいですし、縦に分かれて上で見張ってるというのも手ではあるとは思いますから、うん、入るときはともかく出てくるところ見られたら言い訳できませんし。確かにそうね。そうですね。普通に柏田教授普通に来るかもしれないですから。もう見といた方が。じゃあ、と言いながらロシはちょっと体がうずうずしてます。いやー、行ったそう。行ったそうなのか遊びたそうなのかはちょっと分かんないですけど、どっちのうずうずなのか。ロシちゃんどうしたの、トイレ。あ、いや、そういうわけではないんですけど、あ、まあ、そうなんだ。ちょっと教授いるかなっていうそわそわと、いや、なんかまだ面白そうなゲームいっぱいあるなっていうそわそわとで、ちょっとそわそわがそわそわしてます。あー、葛藤してるのね。うん、どうしよう、ロシちゃん遊んでもらってって、うん、何人かで行ってみますか。そうね、それもいいかもしれない、ね、行こうかな。夏目さん、うん、なんか大勢で行き過ぎてもなんか逆にバレやすかったりとかさ。うん、2人で大丈夫？2人いたらまあ連絡係と対応係みたいなんで、ツーマンセルで対応はできなくはないから、うん、最悪どっちか死んだら、はい、なんか手入れ班行こうか。そうですね、そうね、つばきちゃん行ってもいいかもしれないね。そうね、私ついていくわ。そう、小柄だし、ほらバレにくいかもしれないわ。なるほど、私絶対見つかっちゃうもの。まあ、この通路だけで不安やしな。そうね。じゃあ私も渡辺くんたちについていくわ。はい、じゃあこの、はい、僕入り口見張ってますか。そしてもらいましょう。さかなクンは入り口に立っている。なきさんは奥へ向かう。誰が奥に向かう。夏目、渡辺、なきの3人で、ね、3人が奥へ向かう。さかなクンはここで見張る。ロシと、くるみちゃんは遊ぶ。よし、はい、一緒に遊びます。はい。、はい、じゃあそうですね、まあそっと決まれば仕方がないですね。こう怪しまれないように遊びますか。そうね。怪しまれないように、まずじゃあちょっとあっちのクレーンゲーム行きましょうか。それなら仕方ないですよね。ね、さかなクン、なかなく、はい、人見張りを見張りにおいて、くるみちゃんとロシカはこう店の中を次あっちこっち行ってぐるぐる回ることでしょう。何かあったら呼んでね、ウォちゃん。はい、楽しんで。うん、答え、あ、でもそっか、釣りゲームしながら、はい、見張ってくるんじゃないかな。くるみは経理持ってるんだよな。そうよ、持ってるわ。博物学とか経営学とかは持ってないね。持ってないわ。じゃあ経理の判定できますね。あら、え、え
もう私ダメ、もう本当にあのロールプレイでしかカバーできないオカマだわ、はい、はい、じゃあそうですね、まあ、ロシュと一緒にいろんなゲームをくるくる回って遊ぶんですけど、そうですね、まあ、このゲームセンターなんですけどレトロゲームとかがやたら多くて、うん、まあ多分なんか経営者の趣味なんでしょうね、うんうんうん、なるほど、でロシュはそこら辺のレトロゲームに触るとやたら鬼強くなります。あら、え、ちょっとラブ&ベリー一緒にやりましょう強い弱い、ラブ&ベリーってなんかそんななんかあの音ゲーとかでしたっけ、確かタンバリンでシャンシャンやるゲームよ、うん、あとおしゃれするのよ、はいはいはい、ほら魔法少女になれるわよ、うん、あ、なんかあれです、ゲームボーイアドバンスでやったことがあるような気がします。え、ゲームボーイアドバンスではないわDS よ、 DS DS でしたっけ、あ、じゃあ DS ですね、カードリーダーでしょ、じゃあそこら辺はなんか結構なんかなんでしょうね、やったことがあるみたいな感じなんですけど、うんうん、で、ね、新しい方のゲームになると全然そこら辺、まあゲーム感はあるんですけど、ルールとかはちょっと一から見ないとみたいな感じになってますね、って感じかな、うん、またやりたいシーンとかなければ、もう時間経ったらもう一回、あ、じゃあやりたいシーンあったわ、もう一回ケリー振った、じゃあこうロシちゃんとくるみちゃんで二人で歩いてますと、うん、はい、じゃあロシちゃんがあって言ってたら止まります、あら、どうしたの、はい、ロシちゃん、その先にはですね、いや、クレーンゲームの景気にでっかいテディベアが、あら、かわいい、うん、ですね、あれちょっと挑戦してみませんか、やるしかないわねよし、じゃあここまで一度も成功してない芸術ゲームをやったー、じゃあこうロシがやりましたって感じでこうテディベアをゲットして、そのままクルミちゃんに入って渡します。いやだ、可愛いけどこれ、あ、まあ私が持っとけってことね、これ持っとくわよ、あ、いや、なんかくるみちゃんっぽいなって、え、これ私に似てる、そうですね、こうなんかこうなんとなく雰囲気が、あら、やだ、嬉しい、これじゃあちょっとロシちゃんに名前つけてもらおうかな。え、名前ですか、じゃあくるみちゃんのちょっとちっちゃいやつだから、ナッツちゃんとかどうでしょう、あら、可愛い、ちょっとこれナッツちゃんって名前つけてちょっとうちの店に置くわみたいな感じで和気あいあいとデートをしてます。ありがとね、ロシちゃん、かわいい、かわいい、はい、一方その頃、お、ゲーセン組が楽しくゲームで遊んでいる一方その頃、はい、あなたたち、裏路地に入っていった3人は隠し通路の先のある隠し扉を開ける、扉を開けると青白い蛍光灯の光が目に入り、その先には下り階段が設置されていました。嫌な音楽刀剣袋から木刀を取り出して、はい、一応いつでも日本刀を使えるようにしたいです。はい、はい、地下通路ですか、地下通路ってどれぐらいありそうですか、階段、普通に地下1階まで、で階段下った先にもう一個扉がある感じ、うーん、なんかもしかしてこのゲームセット、ワップワップワップ、この行った先に公園ってこっちの方向でしたっけ、まあ、まあまあ離れてますよ、今赤切駅の、あ、駅降りたとこなんで、さすがに繋がってないかな、どうだろうね、扉を、階段降りますか、進むしかないよな、そうね、進んでその先にありそうな扉の様子を見て考えましょうか、うん、はい、はい、うん、そうですね、ではあなたたちは階段を降りていく、床の材質の影響のせいか足音を抑えるのは難しい、カツンカツンと自分たちの足音を狭い空間に響かせながら階段を降りることになるだろう。階段を下まで下ると扉が1枚あり、その扉のドアノブには鍵穴があることもわかるでしょう。この鍵は夏目くんが渡された鍵と合いそうですか、試してみるか、サイズ的に全然合わなそうですね、
さすがにこの鍵じゃなさそう。そう、多分扉とかね、使う鍵の形ではない。あ、扉に聞き耳立てていいですか。はい、どうぞ。結構おー、バトルコース別のとこ言っちゃった。もう、まあ、もう成功、よかったな。よかった。ではですね、ナキが耳を澄ませると扉の向こうからガタリと何か音が聞こえる。どうやら扉の向こうには誰かもしくは何かがいるようだ。扉の向こう、音がします。誰かいるみたいですけど、人なのかはと分からないですね。鍵がかかってるかどうか軽くノブを引いてみていいですか。はい、それは音が出ないようにということですか。はい、慎重に。はい、まあ鍵はかかっているようですね。うん、この扉鍵はかかってるみたいから、一応ここから、まあ鍵持ってれば開けれるけど、今のところすべはなさそう。そうね、無理やり鍵を開けることも難しそうだし、うん、技能鍵開け5 いやー、これでも向こうに絶対聞かれる人いたら、聞かれるから、うん、一旦帰る。そうね、帰った方がいい気がするわ。では上に戻るということでよろしいですか。慎重に慎重に戻りたい。はい、うん、床の材質的にカツンカツンと慎重に登っても音は鳴ります。意地悪だこの階段。あ、はい、あ、ん、なんかある。いや、なんかノックしてから。ノックをしますか。お勇者。俺で周りは今結構暗い感じですか。いや、青白い蛍光灯が高校と手持ってますね。ああ、いや、いや、いや、うん、帰ろうか。こっちから引き戸やったらワンチャン開いた扉の裏にそう隠れてなんか奇襲みたいな感じでもしてもいいけども、相手が人間じゃない可能性もあるから、うん、考えたら、うん、危ないことすんのはやめておいた方がいいかも、うん、鍵の目星がついてからの方が。そうだね、うん、帰ろう、また来れるから。あなたたちはカツンカツンと足音を響かせ上のゲーセンへと戻ります。そしてまあ入り口で高野くんと合流することでしょう。あ、皆さんどうでしたか。なんか地下みたいのを下っていった先にすんごいカツンカツンってなる階段があって、それを先に進むとなんか扉みたいなのがあったんだけど、そこを鍵がかかっててなんか入れなさそうだった。でなおかつナキさんが聞いたらこう中に誰かいそうな感じだった。うん、なるほど。だからあそこは今行けないかな。まあ、ちょっと安心しました。まあね、なんか、うん、最終ダンジョンみたいな感じだったらまずいもんね。そうだね。ゲームじゃあるまいし。でもそうね。そうだね。ゲームじゃあるまいしね。まあ、あ、ゲーセンやけど。そこでちょっとあれかな。テディベア持ったくるみちゃんとロシちゃん戻ってくるか、ね、うん、大きいテディベアを抱えた2人が合流しますね。あら、みんなおかえり。くるみたんさんが2人おる。2人おるよね。やっぱり似てる。いや、一方がなんかえらいごつくて、もう一方めちゃくちゃ可愛い。やだやだ、可愛いだなんてそんな、ちょっとやめてよ。ごつい方喋ってる。ごつい方喋ってる。ごつい方喋ってるよ。確かにこのね、なつちゃんはごついかもしれないけど、ごつい方主張派でしい。いや、もうこれロシちゃんが撮ってくれたのよ。あ、へ、すごいすごいな、ロシちゃん初めてやったのに頑張りました。いや、
嬉しいわ、これ大切にするわね。あ、いい。あ、なんか下階段があって、扉がまたあったけど入れなかったみたいですよ。あら、そうなの？うん、扉で嫌になっちゃうわね。まったくだ。鍵がかかってたから鍵を入手したいんだけれど、うん、鍵ね、そもそもあそこはどこに繋がってるのかよくわからないし、店員さんに聞いてみます。おお、それは入ったことを教えるようなもんやから、うん、いや、なんかこの先に何があんのって。確かに、まあ本当に単純にただ、ね、従業員のね、質問、普通にただちょろっと質問するのはありかもしれないよね。うんうんうん。なんかクレーンゲームの商品とかに鍵ないかちょっと一通りするっと見て回ろうかな。ああ、なるほど。店の扉の鍵を商品にするな。ないか。店員8班。ちょっとその辺の店員さん捕まえて。あそこの隙間の先何があんのって。あ、そういう聞いてみたら、うんうん、聞いてみるのは、そうそう、扉のことは言わずね、壁ドンで、うん、はいはい、あ、お兄さんちょっとさ、うん、あそこはなんかめっちゃ違和感ある隙間あるけど、あの先何あんの、うん、俺ちょっとトイレ行きたいねんけどさ、なんかあそこの先もしかして、あ、じゃあトイレあっちですよ。あ、トイレあっちなんや、うん、ありがとう。あ、そうそう、そこ右行ったとこなんで。あれ、なんなん、なんかすんごい違和感あるように見えるんやけど。あ、なんかありました。あ、じゃあ掃除しときますね。え、じゃじゃじゃ、あの先になんかあんのかなって。え、行ってみてもいい？あ、トイレ行かなくていいんですか？いや、トイレ行った後ちょっと行ってみたいな。お、まあいいですけど。あ、ええんや。あれは君は知らんのか？あ、なんかね、胸にアルバイトって書いてあります。あ、知らんのか。あ、分かった。まあ、まあ、頑張りや。あ、はい。ありがとうございました。あ、もう行き。はい、じゃあ行きました。仕事に戻りました。かわいそう。あ、全然使えんわ、あのアルバイト。見る感じ。この人はなんか知らん感じやろうな。バイトは知らないんですかね。あいつとか知ってたら怖いけど、あの隙間自体も全然意識ないって感じやったよね。うん、知ってるのはなんか社員とかオーナーとかになってくるんじゃないかしらね。かな、うん、ってことは店長呼べって言います。店長呼び出し。いやいや、やめよう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 。デチン食らったらアウトだ。うん、オーナーだから柏田教授か、やっぱりそうなると、うん、ここ本店やしな、うんうん、そうですね、名前がハビタブルだしな、そうですね。今電話したらいいんじゃないかしらって言うと思ったけど圏外だったわ。もうやだ。えい、あ、やったわ。チュッ。余計なことせんの。おっちゃんはこうなんかこう、なんでしょうね、私が店長ですってこう助けをかけてる。私が店長代理ですって助けをこうかけ斜めにかけてる。スタッフを発見します。本日の主役。わかりやすいな。もうどう見てもあれが店長代理ですね。あれ、店長代理。代理いるわよ。ほら、なんか店長代理って助けかけてるわよ。わ、あんなわかりやすい。代理おるよ。店長代理って書いてる。え、ねえ、あなた店長代理ちゃんなの？ああ、そうなんですよ。今日店長はいないの？オーナーの方針でこういうのかけといたらこうなんかお客さんとのこうなんでしょう、距離が縮まっていいからやってみみたいな感じで。そうね、めちゃくちゃ話しかけやすかったわ。あ、そうですか。わかりやすかった。効果抜群でしたね。そうね、さすがオーナー。あ、オーナーって柏田ちゃんのことかしらね。ああ、そうですよ。あ、よく知ってますね。まあちょっと今ちょうど柏田ちゃんを探してたんだけど、いないのかしらね。ああ、オーナー？ええ。ああ、まあそうですね。まあオーナー結構ちょくちょく本店に顔を出して、まあいろいろとこう画期的な集客アイデア出してくれるんですけど、ええ、確かに最近はあんま見てないですね。あら、そうなのね。うん。そうなんですよ。いや、オーナー本当すごいんですよ。このゲームセンター。めっちゃ繁盛してるのは大体柏田オーナーの手柄ですからね。あら、やるじゃない柏田ちゃん。
や本当にあの人はすごい人ですよ、なかなか顔出さないのだけが難点ですね。まあしょうがないわよ、オーナーだもんね。まあなんか本業珍しいですからね。そうね、ね、副業ではこんだけってなかなかやっぱすごい人ですよあの人は、うんうんってしてます、うんうん、ああでもなーってボソッと言ってから、あいや何でもないですってこう取り繕います。何水臭いわね、話しちゃいなさいよ。あいやまあ初対面だと思うんですけど、いやもう私とあんたの仲じゃないもう。あいやまあでもさすがにちょっとオーナーの個人的なあれを言うわけには、あまあそうねって感じで言いくるめればなんか吐きます。おチップチップチップ。あそっか、え1万円札をいやもう露骨すぎやろ。まあ言いくるめに成功すれば情報は吐きますけど、どうしますか。あ言いくるめ、あ言いくるめ65。おおおおいけ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 、やれやれいけいいけるわね、いいわね、続いてるわね。これですね、実はですね、あの成功とクリティカルで情報違うんですよ。あら、洗いざらい履いてもらうから。はい、あまあねちょっとね店長、まあ、まあ店長のおかげでここやっていけてるから、まあ、文句言うのもあれなんですけど、ちょっと地下の倉庫占拠してるのは、まあでもまあ一応この土地自体もね柏教授のやつだから、うん、まあまあなんとも言えないんですけど、地下の倉庫、うん、いやこれ実は使ってない地下倉庫があるんですけど、そこがね柏教授が個人的に使用してるんですよ。あらそうなの、うん、でなんか最近だってなんかさらにでかい木とか、 なんかピッチングマシンとか、なんか実験模型みたいなのとかも運び込みなして、まあ内緒だったんですけど大変でした。ああそれ、あこれオーナーには内緒でオフレコで頼みますよ。ちょっと店長代理が文句言ってたから言わないでくださいね。あまあまあまあそれは、うん、言わんわ。この部屋の管理って誰がしてるの？どこですか？地下ですか？あそうそうそう、あ地下はあの柏田オーナーが個人的に使用してるんですよ。あじゃあ店長代理ちゃんも入れないってことね。そうですね。地下ってどこにあるの？あーとまあ前はまあ別にそこ前はそこまではちょっとさっきこれ以上ちょっと愚痴にしても喋りすぎてしまうんでクビになっちゃうんで。あそうね、大丈夫大丈夫、オフレコやから、オフレコやから。いや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 、そういうわけでもいきませんから。いやこれでもオーナーには恩感じてるんでって言ってますけど、まあ多分はこれだろうなってのは分かるでしょうね。分かったわ、ありがとう店長代理ちゃん、うんうん、あいえいえ、じゃあちょっと今から店内を練り歩く仕事があるので。あ頑張ってね。練り、はい、じゃあ店長代理は練り練り練り歩いてきました。なる、えじゃあ地下にいたのってもしかして柏田教授？可能性は高いわね、うん、音がしたなら、うん、まあでも柏田ちゃんが中に入ってから、まあ、先は見てないとは言ってましたね。あそっか、そうそうです、ね、最近してないと。ただ地下にこもってしかもあの子代理だって言ってたから、もしかしたら会ってないだけかもしれないし、うん、まあ確かに。それか柏田ちゃんじゃない何者かがね地下にいるとか、その人に聞き出すっていう手もありますけれど、そういったところで、おあロッシュからですね、キューってお腹の音が鳴ります。あらいや時刻も19時ですからね。確かに本当だ。ちょっとあのあれですね、ちょっと歩き回ったりと太鼓叩いたり車を転がしたりしてたらお腹空いてしまいました。そうね、いっぱい運動したもんね。うんうん、うん、そうね、夕飯を食べに帰るべきなんだけど、どうするかだけ決めたいわね、うん、どうしますか、他に行くか行かないか。そうね、うん、うん、このゲーセンって何時までやってんのかしら。あんまゲーセン、まあ、結構夜までやってんじゃないですかね。0時とかかしらね。そんなもんかな、日付変わってまではさすがにやってないと思う。うん、ただロシちゃんぐらいの年齢だとそろそろ店内にいたら注意されるかもしれない。確かにそうね、ああどうしよう。いや気にはなるよな、残る人と帰る人。そうね、
もありってことですかね。あ、ご飯を食べにその辺でっていうメンバーと、うんうん、近く行くメンバーみたいな。うん、ちょっとここらであえて別行動するのはありかも。いますか？構いませんよ。じゃあ再び分かれますか。ロッシュ側とロッシュじゃない側。あ、ロッシュはどうします？ロッシュはご飯食べるわよじゃあロッシュと一緒にご飯食べに行く組と近い組で分かれるでよろしいですか？同じメンバーで。あ、同じメンバーでいいと思います。ロッシュを守る人もいなきゃいけないからね。誰が行って誰が残ります？夏目、うん、ダン、泣きで、うんうん、で、ご飯作る人がいなくなった。いや、私も作れるわよ。くるみちゃんに鍵を渡しておきます。オッケー、ちょっと借りるわね、キッチン。お願いね、うんうん。あれ、皆さんはご飯は食べないんですか？お腹すきますよ。なんか気になることあるみたい。うん、ちょっと峠走らんと、うん今からですか？夏目くんとやらないと俺の D 魂が D 資料のために。まあこの2人の保護者として椿ちゃんもついててくれるみたいよ大丈夫よ。あ、そうですか。おじちゃんお腹空いてるから、うん、いっときいっとき、うん、男ってね、時々子供っぽくなるのよ。先に帰ってますね。そうね、行きましょう。探偵事務所すぐそこなんでね。そうね、うんうんじゃあロシちゃんはって言って見送ります、うん。じゃあロシちゃんもこう胸の前で小さく手を振って、先に喫茶店へと戻ることでしょう。じゃあ残った3人はどうしますか？とは言ったものの、とは言ったもの、結局鍵はないと中には入られへんから、ノックするか。ノックして、カシラさんに、カシラさん聞こえてますかって、とりあえず地下行きます。そうね、うん、行こう。ではあなたたちは再び地下へと向かいます。結局カシラさんだけが鍵を持ってるんだとしたら見つからないと思うのよ。うん、あ、そっか。だからこちらから接触を仕掛けるしか、あ、そっか、会う方法はないかもしれんってことやもんな、うん。だからノックして、もし反応がなければ、うんうんうん、それまでだし、カシラさん、あ、中にいる人に、人がいるんだったら中にいる人にロッシュちゃんのことについて、ロッシュについて言うのはまずいか。そもそも中にいるのが人かどうかも怪しいんだけれど、うんうん、もし人やった場合はカシラさんの可能性も高い、うん。だからこのロッシュの写真を見せればなんか分かってくれるんちゃうかな。でもなんかさっきロシと合わせること自体危険みたいな、うん、感じはするけど、文通してるぐらいやから、ああ、それなりに加須田教授もロシのことを求めてるんじゃないかなって。でもまあわからないけど、文通をしたそのきっかけが加須田さんから送られてきたって言ってたわよね、ロシは、うん、うんうん。始まりはロシの顔を知ってたのかしら、そもそも。そうやな、そもそも居場所を知ってないと文通なんて始まらんよな。そうなのよね、うん、だから一方的に知っていたのかもしれないけれど、とりあえず、うん、はい、どうしますか？ノックしに行くか。あ、どうするか、うん、そうですね。では再び、カツンカツンと足音を響かせ、あなたたちは地下通路の奥、その扉の前までやってくるでしょう。扉の近くに張り付いて、あの扉が開い、あのいつでも攻撃できるようにダン君したいです。ああ、はい。で、一歩だけ下がってきます。で、持ち物を日本刀の真剣に変えますシャラーンと、はい、変えました。じゃあノック、はい、するぞ。はいはい、コンコン。では夏目が扉をノックすると、扉の奥から聞こえていた人の気配のようなものがやりと静止し、
直後、どんがらがっしゃん、ゴロゴロとかバカ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 みたいな、いろんなものが崩れるような音がしたかと思うと、それも数秒後にはピタリとやみ、そして、ガッチャンという何かの音が聞こえる。全員アイディアどうぞ。アイディア。めっちゃダメだったか。ドキドキする。いきまーす。振ります。夏目ちゃん。こんなとこで100ファンされても困るんだけど。そんなとこで100ファンされましても。なんか夏目はなんか知らないけどなんか。非常にこうなんかよくわかんないおぞけを感じてわーって感じでじゃあ腰抜かして倒れました。で椿と、ダン君はこの音をまあ多分ドラマかなんかで聞いたことがあったんでしょうかね、映画かもしれません。これはですねショットガンのコッキング音です。お、はい、扉の向こうからショットガンのコッキング音がしたと同時に再び場には静寂が満ちますね。え、扉越しに撃たれる可能性が。夏目さん腰抜かしてる場合じゃありません。あ、ごめんごめんごめん。で、今の音は？ショットガンの音だったと思います。ショットガン？ここに立てたら危ないと思うんで下がった方が。そうやな、完全に敵を向けられている気がします。ダン君も黙ってうんうんってうなずきます。うん、離れた方が良さそうやな。そそくさと下がります。はい、どこまで下がりますか？階段の上。ゲーセンまで戻りますか？入り口手前まで。はい、じゃあ入り口手前まで戻りました。こ交渉するんじゃないんですか？あんな敵武器だし。いやだってまずあんたら、あなただって全員不法侵入者だから。そう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 。このままだったら本当不法侵入者で終わってしまうよ。確かに。やったら話つけるべきなんか。ショットガンだから取りたい。扉越しだから多分あのしゃがんでたらまだ大丈夫かな。大丈夫。もう一回挑戦するか。ガツンガツンと足音を立てて扉の上階地下の階段の上まで行ったけどもう一回ガツンガツン言いながら降ります。この回数やばい。で降りてもいいですけど扉を真正面にせず、はい、脇にそれながらノックします。はい、またコンコンとドア降りるのね、降りるのね。はい、はい、うん、じゃあカツン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 。頑張るな。あとキーパーあれです。あと、はい、靴を脱いであの、うん、靴下で、うん、あの降りていきたいです。うん。足音聞こえなくなります。足音かしくなるかもしれませんが、まあ、足音はしますね。ああじゃあ意味ないのか。うん。これは忍び足に成功しても音は鳴る階段なんで。じゃあとりあえず壁に張り付く感じで、はい、はい、じゃあ3人壁に張り付いてます。手をこうそーっと壁に手つきながら伸ばしてこうコンコン、うん、はい、特に返事はありませんね。コンコン、ちょっと声かけた方は、あ、すいません、あと PL 的な発言いいですか、はい、あの、はい、ちょっと人数をごまかしたい、うんので、うん、あの、うん、ダン君こっから黙ってもいいですか？あ、うん、はい、3人了解です。もう2人にみたいな。了解です。いやそれこそあの扉開くさ、うん、何、内側っていうか、ああ、そうそう、影になるところにいてもらって、うんうん、そうそうそうね、取った方がいいかな。はい、そんな感じで、でと話しかけてもので、
扉越しに。はい、今の状態をちょっと聞き耳立てて。ああ、いいですよ、どうぞ。ですか？いやー、選択間違えたか？ああ、成功、はい。では、扉の向こうからは浅く速い呼吸音が聞こえてくる。そうですね、緊張感のようなものが漂ってくるかもしれませんね。なるほど。多分、向こうも、こっちのこと敵やと思ってる。そうみたいですね。うん、お互い落ち着く必要がある。声をかけてみましょうか。うん。うん。私の方がいいですかね。ここはちょっと任せようかな、女性の。わかりました。では、柏田さんですかと扉越しにちょっと大きめに声をかけます。はい、特に返事は返ってきません。私はもう言おうかな、赤霧町の喫茶店の店主をしている泣きと申しますと声をかけます。うん、まあ、特に返事はないですね。どうしよう、なんて声をかけたらいいかな。ロシちゃんについて言ってみるかな。どこにいるかっていう風なのは伏せて、伏せて。わかりました。ロシっていう名前を知ってますか？柏田さん、もし柏田さんでなくてもいいんですけども、ロッシュという少女を知っていますでしょうか？特に返事は返ってきませんね。ここにいらっしゃるのはどちら様でしょうか？返事は返ってきませんね。書いてこれなんて言うんだ。あなたを探している女の子がいます。あなたの助けを求めているんです、うん、と言いました。おい、あの人喋らないんじゃなかったっけ。じゃあ夏目も口挟むか。うん、そうですね、私たちは何も、あなたに会いに来たんです。どうか扉を開けてくださいませんか？こちらに敵意はありません。ただあなたを探しているロシという少女がいるんです。特に反応はありませんね。ただひりつくような緊張感だけが扉の向こうから漂ってきます。ってことはないでしょうから、あなたの文通相手のロシという子について本当に聞き覚えがないのですかって、もうダン君もちょっと聞いてみます。出てきた。すいません、出させてしまった。はい、特に返答はありませんね。わかりました。では私たちは帰りましょうって言うだけ言ってこうその場におるみたいな。鳩野さん、鳩野さやさん。ああ。畑野さやさんをご存知ですか？返事がない。特に返事はないでしょ。なんだろう。なんだろう。柏さんも無理。畑野さや無理。ロシも無理。か。あんま刺激するようなワードはちょっと怖いよね。いやー、どうしようかな。なんかその扉の隙間にこうロシュの写真をシュッてやる。なくす、うん、でも写真紛失怖いね。いや、でかいよな。怖い。強行するとちょっと怖いな。ショットガンだもんね、音。
あの自殺されるかもしれないし。あ、うーん、他にあったかな。ワードレトロゲームいいですよね。あれ、はい、全部カシヤさんの趣味なんですよね。それに返事をすると思ってるのか。キーパーアイディアロールしてもいいですか。何を。なんか こうカシヤさんであろうっていう今思い込みをしてるんですけど、うん、その相手にが反応しそうなワードをこうちょっと思い出すためのアイディアロールみたいな。まあ思いつく限りでは言ったんじゃないですかね。じゃあ反応しないってことか。カシダ以外なんか。じゃあさん以外だったら誰だ。いや、カシダさんだとしてもまだ信用できないって感じなんじゃないかな。んか信用は持ってるけど何で信用させるかっていう。ファビタブルゾーンっていいですよね。それもダメだろ。特にないんだったらあのアルベル計画の話出すか。刺激しするかな。大丈夫かな。もう行くか。探査船を探してるんですよね。僕たちあなたの力になりたくて。あんくせ、特に返事はありませんね。何やってもダメ。もしかしてまだなんか、足りない。あの柏さんってニートン化学工業を調べてからなんかやらなきゃいけないことがあるってなって今こういう状況になってるとしたら、僕たちはまずニートン化学工業についてちょっと知るべきか、知った方がいいんじゃないかなっていう気がする。ね、早すぎたかな。来るの戻る？もう一回戻った方がいいかもしれないかなって僕は思う。また出直します。橋田教授、中にいると思います。これは僕の独り言です。聞いてください。僕たちはあなたの日記を見てここまで来ました。しかし僕たちはニートン化学工業についてまだ何も知っていない。いずれまたニートン化学工業について知ってからまたここに来ます。なのでそこで待っていてください。僕たちは味方です。ではと言って去ります。信用とかありました？ありますあります。お、じゃあ信用振ってください。あ、日記。あ、頼む。いけ。いけ。あはい、特に反応はありませんでした。あ、なるほど。ではあなたたちはゲーセンへ戻るということでよろしいですかね。あ、最後に、うん、あの柏さんに、うん、あなたと会った時にぜひともファビタブルゾーンについて僕はあなたと語りたい。僕も天文学者です。あなたと同じね。ファビタブル、しかもあなたと同じ領域だ。こんな偶然は僕はないと思ってる。だからまた会った時にいい返事を聞かせてくださいねって言って去ります。はい、ではあなたたちはゲーセンへと戻ってきました。いやー、あー、この信用は惜しいなー。ね、いいとこまで行ってる感じが。あー、80まで振っとけばよかった。ラテン語とかに振らずに。いやー、仕方ないですね。でも柏田さんな気はしました。ね、なんとなくですが、うん、なんで柏田さんっぽいね。まだ僕たちの知らないことがたくさんあるのかもしれない。うん、信用を得るにはやっぱり一回ニートン化学工場に行くしかないってことか。そうですね。じゃああなたたち3人はどうしますか。まあ、合流しに出ますか。うん、そうだね。では喫茶店へ向かうということですね。はいはい、はい、では、時間は少し巻き戻し。
緊張したな。申し訳ないロールが。いや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 、できる限りのことやったんちゃうと。いやー、頑張ってたよ。強行手段しなくてよかった。いやー、ヒヤヒヤしたね。では、ゲーセンを出た3人は、まあ、警察の方へ向かって歩いてますね。うん、くるみちゃん。何？私、その、こんなこと言うのはあれなんですけど、うん。ござまランチってのを食べてみたくって。あら、いいわね、じゃあ。うん、でも今から夕飯なんですよね。そうね。どうしましょう。うん、食べ損ねてしまいました。わかった。じゃあ私がくるみちゃん特製ハンバーグ作ってあげるわ。ハンバーグいいですね、うん。それに旗立ててほらお子様ディナーにしましょうよ。いいですね。じゃあ人参刺しましょう。人参。あ、いいわね。星型にしちゃうわよ。いいですね。私星好きですよ。じゃあ一緒になんかお花形とかも作れるから一緒にやってみる？そうですね。じゃあ私お魚形抜くことにします。いいじゃない。おー、センスいいね。そうでしょう、そうでしょうって感じで、あなたたち3人はまあカッパを着て喫茶店の方へと歩いていく。その途中、どこか遠くで雷が鳴ったような音がした。その直後、頭がロシちゃんで、ロシュがその場にうずくまり、そしてやがて意識を失い地面へとバタリと倒れる。ロシちゃん大丈夫？ところでちょっと一旦休憩にしましょうか。いやー、うわー、どこで息吹いてる。なんてところで。いや結構やったから。ここでかーい。結構やったから。あー、そうね。ここで CM です。次回続くよ。5編へ続く。キートン山田。あー、山田。後半へ続く。後半へ続く。気になる。うわあ、大丈夫か。いやー、もうなんかさっきの流れ緊張が。いやー、あの無音の時間マジでやばい。もういやもうひしひしと伝わってきた。そう、そこで3人でやってるのに私雑談でもうずっとお子様ランチ、いや、お子様ディナー、ハンバーグとか言って。いや、温度差やばいんですよ。今見たけど、俺、驚愕やもん。だって、こう、階段のカツンカツンの回数と、うん、で、そう、喋りかけて、もう、カウント、こう、何の反応もない、カウントみたいな。そうね。わーみたいな。いや、そこヒリヒリしたわよ、本当に。全然地獄ではなかったぞ。いやもう、もう警戒心っていう風なのが、うん、来ていたし、カツンカツンって鳴る仕組みの階段っていうことは来るっていう風なのを視覚を恐れているんだなっていう、うんうんうん、でずっとガタガタ震えて待ってたっていうことは中の扉がどこかに通じているわけではない、逃げることができないところだっていう風なのも分かったから、うんうんうん、かなり追い詰められてるんだなっていう風なのが。逃げれるんやったら別に銃構えんで、そう、そのまま逃げたらいい話だし。ねえ、なんだろう、緊迫感とか、そう、でもその警戒からのピリピリした空気はヒリヒリして気持ちよかったよ、私。なんかもうすげえ違うところで刺激求めてるもん。あえて無音にしてやりましたよ。いや、いい、あの無音すげえ、ね。いや、何がちょうどいいって、まあ気づいたかわからないんですけど、地下にいる間雨音鳴らしてなかったんですよ。そうよね。無音だったから。あるところ。マジの無音。あるところ。本当に雷が鳴っても聞こえないということです。ああ、いやー。そういうことか。雨の嵐の音も聞こえないぐらいですからね。すでに私裏で最後やかましいゲームセンターのさらに地下ですからね。確かにそうね。完全に防音になってんだあそこじゃ。防音ってわけでもないですけど、まあゲーセンだから、まあ防音設備はしてあるか。ああ、そっか。もう外の音なんか気にならんぐらいになってんのか。でも外のより先にね、ゲームセンターの音入ってくるだろうし。そう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 。無事に帰れると思って、もう勝手に私裏でカクテル振って
成功したから臭いカクテル作っちゃうわよみたいに言ってたのに。なことは知らん。生きて帰れる保証なんてない。そうだわ。スペシャル出してたよ。そう、6出してるって。また出してるって言う。うん、でもいいな。そうですね。え、なんかシナリオあるみたいな。うん。一回みんなでビビって戻って一回またみんなで行くと。そうそう。それもそれでなんかそういうシナリオみたいな。なんかちょっと面白かったわそこ。作戦かーいって感じでこうコソ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 。やってる雰囲気あったよな。T T T って感じで。そうそうそう。なんだい。ほんまに行くみたいな。行くって言ったけど本当に行くどうする。本当マジで行くマジでみたいな。もう一回って。あそこよかったね。行って帰ってくるのいいな。なんかビビってる描写がちゃんと伝わるわ。すごい面白かったあそこ。脳内でこう、あ、これ私が声かけたら良さそうだなと思って、私行くねって言った割には何も思いつかなくて、あれみたいな。緊張すると声出なくなるよね。頭はしゅうよね。そんなもんかもしれないですね。